こんにちは、速稼塾の久保です。まあね、ビジネスで稼ぎたいという割には稼ぐための行動はほとんどやってないかなと思いますよね。で、何度も言いますけども、私は吉谷さんみたいな行動の鬼がいるわけですよ。その世界に、まあ、やってきてですね、私たちと同じレベルもやらないってことはもう最初から敗北宣言ですよね。だからこれもよく用いる例なんですけども、走り込みもしてないし、腕立て伏せもしてないし、それこそね、シャドーボクシングもしてないし、サンドバック打ちもろくにしてない人がプロのリングに上がってね、マジソンスクエアガーデンでマイク・タイソンとやろうと思ってるわけでしょ。それは一発で死んでしまいますよ。万が一も勝てないですよね。それこそリングに上がる階段を登ってる途中で足がすくんで終わりじゃないですかね。で、そういうことをしようとしてるんですよね。だってそのインターネットビジネスの世界には1万2万っていう行動力を何とも思ってないようなね、私や吉谷さんみたいな人間がいるわけですよ。で、しかも私や吉谷さんって特別な売り上げを立ててるかって言ったら、まあ別にね、そんなに特別な売り上げじゃないですよ。やればこのぐらいは誰でも行くよってレベルの売り上げなんですよ。で、そこに対してね、1日1本の残念ながらレベルの高いとも言えないような動画がこうフラフラっと上がってきてね、あ、やりましたとかね、確かにその行動はやらないよりはかなりいいと思うけども、やってないのと同じに見えますね、やっぱりね。例えて言えば、まあ私がね、なんですかね、まあ60階建てのビルにいますよね、その屋上で。屋上の60階建てのビルの屋上からこうやって下を見てるわけですよ。そして地上を歩いてる人がいます。で、地上を歩いてるだけじゃ嫌だから、ちょっと上の方から見たいなっていう人がね、久保さん登ってきましたとか言って、1階からそうやって地上歩いてる見てる地上歩いてる人を見てるんですよ。こうやって、いやー俺も高いところに来たなーってからね、2階から1階歩いてる人を見るわけですよね。いやー高いなーって、60階上から見てる私から見るとどっちも同じようなもんじゃないかなーっていうふうに見えちゃうんですよね。まあ50歩100歩という言葉が適当じゃないかもしれませんけども、まあほぼやってない人が自分のやってきたことを評価してもらおうと思ってね、突きつけてくるっていうのは、まあ気の毒なような滑稽なような気がします。これ私が言うわけじゃなくて、しょうがないです。世の中のレベルがそれなんですから。1日1個ちょびっとやっただけで評価してくれるような、その世の中にはなってないんですよね。これがだからインターネットの黎明期だったら別ですよ。動画1本上げるのも珍しければアクセスが集まると思いますけども、今はそういう世の中じゃなくて、まあ言うてね、動画でもブログでもツイッターでも無数にあるわけじゃないですか。その中で目立つ存在になるシェアを取ろうと思ったら、まあ、まさにね、アクセスが取れるような、そんなね、動画、質の高い動画を少なく出していくか、もしくはそれほどまでに人を集めれないんだったら量を作ることによって人を集めていくしかないと思うんですよね。そしてたくさんやっていけば、自分のどんなテーマが当たっていくかっていう傾向がつかめるんですよ。そしたらその当たりやすい動画に特化していくことで、その道のプロになっていく、各カテゴリー化を図ればいいんじゃないかなと。それが戦略であり、マーケティングだと思うんですよね。どっかの誰かが成功した自慢話を書いているマーケティングの本なんて意味がないですからね。そんなものをね、時間かけて読んだりとか、人の成功談をああでもないこうでもないって探す暇があったら、自分の成功体験を作った方がいいです。その成功体験っていうのは最初はほんのちっちゃいかもしれないんですよ。ほんのちっちゃいかもしれないけども、10個とか20個とかやる中で、その中で一番際立ったものをさらに伸ばしていくってことを繰り返していった方がいいと思いますよね。とにかくね、量をやらずして質をつかめることはないです。質がつかめなければ結果が出ることはないんで、私は吉谷さんがね、やってるその数には負けないでほしいなと。この数に、量に負けているうちはもうね、目がないと思いますんでね、行動をどんどんやっていきましょう。じゃあ、いってらっしゃい。